今回なんですけどもこちらのインスタントラーメン食べてみようと思います博多純情ラーメンシンシンということで、えー、福岡博多に行くとですねこのシンシンのお店超有名店でまあ福岡の方でラーメン食べに行こうかなと思うとここのシンシンのお店に行こうかなと思うぐらい有名なお店の一つだと思いますけれどもそのですねシンシンのインスタントラーメン出ていましたのでマックスバリュー行った時に購入したんですけれども はいえー、と串田神社行って近くにあるマックスバリュー確かマックスバリューだと思いますけどもそちらで購入しましたこういう感じで5パックになってるので福岡の味ラーメンの味楽しみたいなという時にですねいいなと思いましたので購入して食べてみようかなということではいでここに「札幌一番」って書いてますのでこの札幌一番作ってる会社のですねメーカーということですよね でスープのうまみアップ茹で時間が90秒固面ということです炊き出し豚骨ラーメンということでここの下の方にですねあの固さの目安書いてるんですけれども70秒で超固面90秒で固面120秒で普通というふうになっています、まあ、5パック入ってるのであのー、いろんな秒数で茹で時間調整しながら自分の好みのですね麺の硬さに調整しながら食べてみたり わざとですや、ね、わくして食べてみたりとかしてあのスープ吸った麺を食べたりこう歯ごたえの食感を楽しんだりといろいろやってみるといいのかなと思います麺なんですけれども、えー、小麦粉国内製造で食塩植物油脂というふうになってますねスープは糖類食塩ポークエキス豚油ポーク調味料などですねこの豚関係の 調味料多くなってるんじゃないでしょうか。で内容量 93g になってますので、麺の容量が 70g ということですね。で販売者の方が、参考、産用食品、株式会社となっています。で、こちらに、シ身の、順情ラーメンシ身のことについて書かれていますけれども、えっ、ー、と、天神に本店がありまして、 天神の方の本店一度行ったことあるんですけれどもラーメンすごく美味しくて良かったです結構並びますので、えー、少し時間ゆとり持ってですね食べに行く時には行った方がいいかなと思います2003年創業豚骨ラーメンの本場福岡に本店を構え地元お客はもちろん観光客にも絶大なるに、えー、支持を受け著名人にもファンが多い人気のラーメン店コクがありながら雑味が少なく 飲み干してしてまいたくなる豚骨スープが特徴ということでで確かにですねこのすっきりとした後味の臭みもあんまりなくてですねこうスッと飲みたくなるんですけれどもこうコクがあって美味しいという感じのスープで良かったなっていう印象がありますでラーメンも美味しいんですけれども焼きラーメンもすごく人気のようですので私はまだ焼きラーメン食べたことないんですけれども焼きラーメンなんかもですね是非食べてみるといいと思います まあ、ラーメン作り方はですね、通常のインスタントラーメンと似たような感じになっていると思いますので、こちらですね、参考をしながら作ってみると良いでしょう。袋麺のパッケージ開けてみると、デザインはですね、あの外の袋と同じような感じで、こういう感じですね。はい、こういう具合になってます。 袋から取り出してみたんですけれどもまず液体スープ1つともう1つこちらに特製スープこちらが粉のスープになってるようですねこの2種類が入ってましたそして麺の雰囲気ですけれどもこういう感じですね細麺のタイプでこうちょっと丸くなって入ってますね四角ではなくて丸くこうなってそして麺の太さ結構細麺でこの歯型らしい細麺で豚骨スープおいしく食べれそうだなという印象です 札幌ラーメンだと卵とかですねこう使って香り麺から香りが強いと思うんですけども博多のラーメン食べに行くと、うん、麺の香りがこう穏やかでスープをしっかり楽しめるという感じの豚骨スープをですねより楽しむような感じの仕上がりの麺になってますのでこれもですね香り麺の香りはあの穏やかでこうスッと食べれるような感じかなと思いますので、はい、このような見た目ですね色もこういう感じで 白っぽいですそれでは出来上がりましたこのような感じです麺の太さも細くてでスープこういう具合ですね程よい感じの豚骨で美味しそうですそれでは少し食べてみます えと麺なんですけども大体70秒ぐらい茹でて食べましたで今撮影する間にちょっとこうですね準備したりするのに少し伸びてしまったんですけどもえっ、ー、とできた段階でちょっと食べてみたらですねあの博多ラーメン行った時のバリ型タのようなそういった感じの雰囲気が出ていてすごく美味しかったですあとはですねスープなんですけども塩味とかはそれほどきつくなくて こう豚骨の美味しさをこうマイルドに伸びるような感じでこのラーメンとですね相性も良くてすごく美味しいです今回はスープと麺の味しっかり楽しみたいなということでトッピングしなかったんですけども野菜とかお肉とかちょっと入れてですね食べるとより美味しいかなと思います特にネギなんかはいいですよねネギ紅生姜なんかはやっぱり豚骨ラーメンに合いますのでいいんではないでしょうかあと仕上げにですね 雑炊なんかもいいと思います。卵を加えて雑炊にして、この唐骨スープで食べると美味しいと思いますので、いいと思います。はい。こういう感じで、シンシンのですね、ラーメン、美味しかったので、ぜひですね、福岡、博多の方行ったら買って食べてみてください。お土産なんかにもいいと思います。最後になんですけれども、結局雑炊にしました。しいたけと卵、にらを入れてですね、こう、 ニラ雑炊みたいなニラ卵雑炊みたいな感じで。美味しかったです。